1816年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1816年11月1日から12月4日に、かけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。ジェームズ・マディソン大、野党の連邦党が崩壊し、マディソンの任期で国務長官を務めたジェームズ・モンローが、大統領職を継ぐことは前もって定められたものと、多くの者が見ていた。 実際に、モンロは選挙人投票で183対34という大差で勝利した。4年前の前回選挙は、米英戦争が大きな要素であった。この戦争は、勝利をもたらすことはなかったが、それにもかかわらず休戦は、アメリカ人を満足させ、民主共和党は戦争を遂行したと認められていた。連邦党は、戦争に反対し、ハートフォード会議で、 ニューイングランドの合衆国立を協議したとして、その信用が失墜していた。さらに、マディソン大統領は、連邦党の政策である、国立銀行や保護関税を採用し、選挙の争点をほとんどなくしていた。民主共和党は、連邦議員による党員集会で、国務長官のジェームズ・モンローとニューヨーク州知事、ダニエル・ D ・トンプキンスを指名した。 連邦党の党員集会は正式な候補者を決めることもしなかった。多くの連邦党員は過去に二度連邦党の副大統領候補として出馬し、敗れていたニューヨーク州選出の上院議員、ルーファス・キングを支持した。1817年2月12日、アメリカ合衆国議会の上下院議員が行動で、大統領と副大統領の選挙人投票を数えるために集まった。集計は、 事故もなく進んだが、最後の州インディアナ州の票を集計するときに行き詰まった。この時、ニューヨーク州選出の下院議員ジョン・ W ・テイラーが、インディアナ州の票を集計することにことを唱えた。上院議員は退場し、下院でテイラーの意義について討議した。テイラーの意義には次のような背景があった。下院は1816年4月19日に、 インディアナ準州の権限不要法を可決した。これは、準州が州政府を作るための憲法制定会議を開くことを認め、州が作られればアメリカ合衆国への加盟が認められることを謳っていた。1816年12月11日、会員でインディアナが6月29日に州憲法を制定したという共同決議案を可決していたが、これで 権限付与法の条件を満たし、従って、インディアナ州は合衆国に加盟した。アメリカ合衆国憲法によれば、選挙人による投票は単一の日に行われなければならないとしており、連邦法令でその日を1816年12月4日と設定した。テイラーはこの日付の前後を理由に選挙人の投票は、インディアナ準州によるものであり、インディアナ州によるものではないとし、 したがって投票は無効であると主張した。他の議員は共同決議案が単に州憲法と州政府を作るという行動ですでにアメリカが州国に加盟していたことを認めただけだと言ってテイラーの意義に反対した。これらの議員は共同決議案の前に選出されたインディアナ州の上下院議員がすでに連邦議会の議席を占めていたことを指摘し、その選出の時点で インディアナ州が州でなければ意見で、サミュエル・ディ・インガム議員がこの問題を無期限に延期する道義を提出した。会員はほとんど全会一致で道議に賛成し、上院議員が議場に戻ってインディアナ州の選挙人票の集計を終えた。この選挙の結果は民主共和党が党員集会でモンノーとトンプキンスを指名した時に事実上自明のこととなっていた。得票を集計すると、 モンドーは19州のうち3州を除いて勝利を収めた。キングが獲得した3州のそれぞれが異なる副大統領候補に投票した。マサチューセッツ州の選挙人はメリーランド州選出の元上院議員ジョイー・ハワードに投票した。デラウェア州の選挙人は別のメリーランド州人で現職の上院議員ロバート・ジー・ハーパーに投票した。コネチカット州は ペンシルベニア州のジェームズ・ロスと合衆国最高裁判所主席判事のジョン・マーシャルに票が分かれた。メリーランド州は州としてその選挙人を選ばなかった。州を選挙人区に分割し、それぞれの区から一人の選挙人を選んだ。11区あったメリーランド州の選挙人区のうち2区は連邦等の選挙人が勝利した。しかし、これらの選挙人はキングや 連邦党の副大統領候補に投票せず、その代わりに抗議のための白票を投じた。その結果モンローはメリーランド州の選挙人すべての票を獲得することになった。19州のうち一般選挙で選挙人を選んだのは10州だった。一般選挙で選挙人を選んだ州ではデラウェア州の選挙人のうち1人とメリーランド州の選挙人のうち3人は投票しなかった。 ありがとうございます。